古武道でも一番古い流派として、日本武道の頂上にある香取神道流がややもすると間違った見解を持って伝えられたり普及されることを一番恐れているんですね。だから日本のこの武家文化というものを非常に大切にしている心があるんです。その点について私は随分感謝しておるんです。最後までもう止まらない修行だから何の人は少し3年やって修行、あとは大先生、そうじゃないですよ。いつまでも死んでまでまだわからないですよ。本当はレベルはもちろん違うね、技術のレベルですけど、まだ彼の言葉を要約しますと、修行とは技の反復によって人生のあらゆるものに対応できる能力を養成することであると強調される大竹先生の言葉に沿って、山の頂上を目指しながらもいつも裾野にいるものと肝に銘じ修行を続けていると語っています。それはね、ある時は若い門人が木剣をまたいたんですね。それを見ていた奴隷屋さんが同僚に、私から言っては角が立つから、あなた方は日本人同士だから注意してやってくれと、こう言ったんだそうです。それを聞いた私がね、その通りですと、木剣や刀を投げたりまたいだりしてはどんなに剣術を上手に使っても修行にはならないんだと。それでその時に私が愛刀をドリガさんに投げたんです。そしたらドリガさんも非常に辞退したんですけども、これは皆門人のみんなを調度することであるから、ぜひ拾ってくれと言って無理に差し上げたんです。そうしたら自分が死んで60日以内に私にお返しするという法定遺言状を作りまして、私にそう言うんですね。15、16日は12年に一度開催される香取神宮神幸祭です。ノレーガーさんは浄土のほか各種の片方能に参加、日頃の修行の成果を余すところなく発揮するため、一つ一つの動きに全神経を集中させます。現代武道と古武道の比較について、まあ現代武道は古武道ですね、古武術は違いますね、はっきり違います。悪いといいじゃないですね、比べて。そうじゃないです、別です。両方はいいですですけど、違うものですよ。現代武道と古武道は発生と生い立ちが全く異なり、同一次元で語ることはできないが、何事にも一途に打ち込むことは大切であり、私は古武道が好きなので選んだと語っています。交流は、技はもちろん
クロスの技ですね。ですけど、ゲームじゃないですね。静止、そのゲームだけ。武道の稽古に来ている外国人について。現代武道をやってる人は多分国帰って商売ですね。空手道場、柔道道場、合気道場、商売です。お金ですね、考え入ってます。大体そうです。もしよく金入ってないですね、やらないよ。その人やりません。現実的な面に心が奪われているため、技の上達にのみ走り、心の鍛錬をなおざりにしていると外国人の修行のあり方に厳しい批判を下しています。だいたい 89% ね、商売の考え。柔道、剣道などの段位を合わせると18段のドレーガーさん。僕段と級は大嫌いです。意味ないですよ。あれは新しい武士じゃないですね。あれ町人のやつ、本当僕関係ないです。もう全部返します。よろしい、関係ない、本当意味ないです。そのところ武道のところちょっと汚いですね。段と級、あれも商売です。商談の方式が形骸化した武道の段位制は長所より弊害が多く、今まで取得してきた段位は放棄してもよいと武道一般のあり方につき警告を与えています。まだ若い、段なし、ちょっと今ダメですね。弓道段、新東流の門弟打ち揃ってのグブレツ参加。カーニバルじゃないですね、そうじゃない、もっと渋いんですね。カーニバルはちょっとエンターテインメントね、そうだ、派手の。それは気持ちは正しいですね。田舎にはありましたか、あのアメリカの生まれた土地にああいう祭り。ありますね、あります。国の中ですね。ドレーガさんは大きな体を陣羽織姿で参加。日頃の厳しい修行から解放され、時間を超越した時代絵巻を楽しんでいるようにも見えます。自分の体で習得した武道、そして各国の格闘技の学問的体系化を図る一方、武具や資料を陳列した博物館作りという大きな夢を抱いているドレーガーさん。日本武道を海外に紹介し、日本人の一面を世界の人々に理解してもらうためにも、ドン・ドレーガーさんは良き協力者であり、かけがえのない友人の一人と言えるのではないでしょうか。